はいどうもこんにちは、ミストです。今回はシャドーバースをやっていきます。さて、今回は、ローテーションのウィッチのデッキなんですけども、Twitter で拾ってきた雪島ウィッチを使いたいと思います。はい、雪島ウィッチキーカードは雪島さん、ファンファーレエンハンスキーはほとんど使わないです。進化時、このバトル中自分のリーダーは自分のターン中カードを自分のデッキから手札に加えるたびランダムな相手のフォロワー1体に1ダメージ、これを X 回行う。ランダムな自分の手札のフォロワー1枚をプラス XX する。 X は加えたカードの枚数である。ボンを持つ、重複して持たない。この効果を使って、相手の盤面を、チクチク除去しつつ、自分の手札のフォロワーをバフして勝つデッキですね。で、バフするフォロワーは還元の魔術師オンリーです。はい、このデッキフォロワーがなんと2種類しか入っておりません。昔使ってたやつ、前紹介したやつは、還元の魔術師以外に疾走カードとして1コストの、1コスト11の疾走さんを連れてたんですけども、今回のデッキは入っておりません。しかもレジェンドがこのデッキ3枚しか入っていないんですね。雪島さんで2枚、安念の降臨で1枚といったところです。安念の降臨の効果は3コストで相手のフォロワー1体かアミュレット1つを破壊できると、追加効果は今回使いません。でしかもゴールドカードが6枚、2種類の6枚ですね、はい、2種類が3枚ずつ、楽園への来訪と一斉の探求、両方キーカードです。楽園への来訪で円楽カードを持ってくる。円楽カードは一斉の探求、還元の魔術師雪島さん。そして一斉の探求が強い理由としては、自分の手札1枚を捨ててカードを2枚引きます。その後自分がこのバトル中にデッキから手札に加えたカードが15枚以上だったら追加で2枚引く。つまり雪島さんの効果と合わせて使うことによって1枚で4枚ドローできる。つまりバフする還元の魔術師のスタッツが4上がる。つまり還元の魔術師が筋肉もりもりになるということで、はい、基本還元の魔術師で、ワンタンキルします。ワンタンキル、フォロワーが4枚しか入っていないので、雪島さんが進化したら2枚目はもう捨てていいです。捨てるための一斉の探求でもあるかな。あとは還元の魔術師をバフしまくります。これくらいかな。これは、結構使うのが難しいんですけど、スペルブーストでコストが下がっていって、もしかしデッキがよく回れば0コストでカードを3枚引ける。つまり雪島さんの効果が乗っていれば0コストで3バフできると。還元の魔術師さんは、さっきの、一斉の探求とちょっと似たような感じで、デッキから手札に加えたカードが15枚以上であれば守護必殺走ドレインランダムではなく全部持つんですね。この疾走とドレインが強いということで、はい、それではリプレイで見ていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイです。私が先行引きまして、お相手さんはネメシスですね。ちょっと分かりにくいですけど、このウサギはネメシスです。ただいまチーカワとコラボしておりますね。雪島さんが引けたので雪島さんはキープ、カウンターマジックは除去する手段として置いておきます。リプレイでも、再生するようにしてるのでものすごく喋ってくれます。お相手さんは職人の1年、人形を手札に加えたってことは人形塾なのかな、操り人形を使うデッキなのかなといったところ。はい、私の3ターン目、ここは天使の恩寵を使います。同じ2枚ドローする屈折の魔力があるんですけども、先行引いてる場合天使の恩寵はほとんど役に立ちません。というか、PP 回復、体力回復の効果を受けられないことがほとんどなので、屈折する魔術を恩寵しました。はい、お相手さんはオーキスに融合。お相手さんは操り人形ネメシスですね。共鳴も混ぜてある方なのだろうといったところ。はい、屈折する魔力で1体除去、外れですね。チャームマジックでスペルブーストをしつつ不吉の人形師の動きを止めておきます。お相手さんはリーシュナを出して進化。これあれですね、人形で破壊数を稼いで D シュナの効果を強く使うデッキですね。
はい、進化可能になりました。ゆきしまさんを最速で進化しましょう。高校の方がゆきしまさん4コストでちょうどいいんですけども、今回は5コストですね。今回は知恵の光も一緒に使うことができるのでまだよしと。はい、ゆきしまさん進化で66、進化時効果をリーダーに付与しました。66の攻撃力を生かして、リーシュナを取ります。リーシェナね、リーシェナを取ります。はい、不吉な人形種の効果でマイナス11されましたが、知恵の光今使います。先に知恵の光使って体力1のフォロワーに当たってしまうと取れなかったんですよね。ゆきしまさんの攻撃力も下がってしまうので。おいちさん、オーキスに2回目の融合。ゆきしまさんを除去して残り5コストどう動く。はい、3コストまで下げた黒の章。体力が11と危ないですね。ただカウンターマジックがあるので次に受けるダメージをゼロにする。しかもランダムな相手のフォロワー1体に3ダメージ強いですよ。ただここでは確か使ってないはず。はい、雪島さん引きました。雪島さんをバフしても意味がないので、雪島さんじゃなくて還元の魔術師くださいといったところ、ちょっとウサギがうるさいです、申し訳ない。天使の恩寵2枚。あ、最後にカウンターマジック使ったんですね。とりあえず2点ダメージは受けなくした。お相手さんは3枚融合したオーキスをプレイ。3枚融合していたオーキスはファンファーレで進化します。おまけにロイドも進化する。おかしいですね。はい、ここでお相手さんは2枚目のオーキス融合して操り人形が走ります。これさっきカウンターマジックやってなかったら死んでたところですね。はい、ここはね、ブレイズボム元5コスト、相手のフォロワー1体に6ダメージ、これが0コストまで下がっているので強く使いましょう。めっちゃ煽られました。はい、お相手さんさっき進化拳を使いました。僕は1回しか進化していないので進化拳が残っている。つまり天使の恩寵が強く使えてしまいます。はい、ここまで来てお気づきでしょうか。私まだ還元の魔術師が引けておりません。キーカードなのに引けてない、どうしようといったところ、カウンターマジックが引けたので使っておきます。はい、これで黒の章の効果を無効化。ホワイトさん時空の小惑星を使ってきましたが、お得進化できるという効果があるにもかかわらずホワイトさんは進化をしませんでした。まあ失踪もされなくてよかったといったところ。はい、ここで引いた還元の魔術師 8PP、 やっと8ターン目に引けた還元の魔術師なんですけども、一斉の探求や願望の実現、ここら辺のカードがすごく強い。はい、お相手さんものすごく調子に乗ってます。書き上がった。さあ、デッキから手札にカードを補充するたんびに還元の魔術師がバフされていく。残り 4PP 残っていますが、還元の魔術師さっき引いたばかりなのにもう攻撃力と体力が12にまで上がっております。はい、ここで2枚目が引けました。2枚目の還元の魔術師引けたってことは2枚目にかけてもまだ大丈夫。あとデッキは次のターンドローしても6枚あるってことで、ここはドレインしておこうと。もう天使の恩寵 も3枚使い切ったので進化拳も使って15点。はい、お相手さんは除去するカードがなかった、もしくはもう無理だということでリタイアです。ワンタンキルもできるよ。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな
で、ここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。